チェリス、好きな人ゆきなです。めっちゃ久しぶりに歌、ご無沙汰してます。なんかインスタの方に、次 YouTube いつ上がるんですかっていっぱいDM をいただいて、まあ、バタバタしちゃって、まあ、全部言い訳なんですけど、メイクしながらおしゃべりしたいと思います。最近はお料理動画ばっかりで、あまり喋る動画は撮ってなかったのかな。なので、今日はメイクしながらおしゃべりをしたいと思います。本当に、ね、思うことがあって、日々の生活の中ではちょっとそういう話をしていきたいと思うんで、話がこっち行きあっち行きどちらかっちゃったら本当にごめんなさい。とりあえずもうスキンケアしてあるので、最近ちょっとね、このコスメキッチンで取ったサンゴとか海に優しい成分の UV なんだけど、ものすごく保湿性もあってめちゃくちゃ気に入ってるんだ、これは。で、目に入ってもね、痛くないの。最近、久しぶりに風邪ひいて、もう1週間前とかなんだけど、なんかさ、もう体とか心はめちゃくちゃ元気なんだけど、全然なんか鼻声とかが治んなくて、なかなかちょっとやっぱ、こんなこと言いたくないけど、歳には勝てないよね。ミシャグロスキンバーム。化粧下地なんだけど、ツヤ肌の仕込みができる。ミシャの化粧下地だったんだけど、テッカテカだ。テッカテカだっただでしょ？テッカテカでしょ？でね、めちゃくちゃ怒ってることがある。私が毎日7時台に子供をね、往復1時間15分くらいかけて学校に送りツアーをするんですよ。で、帰りも1時間半くらいか。だから、計1日3時間は運転してるわけ。めちゃくちゃ運転するじゃん。で、その運転を毎日する中でめちゃくちゃ思うことがあって、悪口じゃないんだけど、道路の無法地帯がすごすぎて、本当に怖くって、本当。だからこっちが気をつけてても、そちらにこうやられたらさ、もう避けようがないというか、っていうのもね、まずはノールックチャリ。ノールックチャリなんだけど、普段多分運転しないような人が、言うてさ、自転車ってさ、車両の方を走るマークとかあるじゃん。それはわかるの。全然いいんだけど、もう本当にびっくりなのが、そもそも2車線しかなくて、こうとこうね。じゃあ私が、もうこれしかないわけよ。で、私こっちで走ってるじゃん。でも1本1車線じゃん、こっちは。あっち向かいのは。アマチャリ乗ってるお父さん。フラフラしてくんの。でもそもそも、あんな朝の時間に、ちょっと坂道で、フラフラしてる、アマチャリ乗ったお父さんの運転のために、後ろ大渋滞起きてるわけ。そんなこともバカ知れず、ずっともう一定の、ノロノロしたスピードで、フラフラ、もういつ、こっちになると、こっちの道路っていうか、車側に来るかわからないぐらいの、フラフラで来るわけ。何やってんのと思って。もう向こうから来る、対向車線から来る車もないわけよ。ね、いなくなったわけ。ちょっとさ、こう、膨らんでさ、こう、追い越そうとしたんだよね。やっぱこう、チラッと見るじゃん。何をやってんのと思って。どういう運転みたいな。もうさ、イヤホン、ハンドルに肘、携帯いじりながら運転してるわけ。そんな運転をして、後ろに子供乗せて、私は、ほら、女性側でしょ？ということは母親側じゃん？自分のさ、旦那さんにさ、共働きで、じゃあ今日は旦那さんが保育園かなんかに送っていく番かもしれなかったよ。もし自分の旦那が、いないけど、もし自分の旦那がさ、自分のさ、大事なさ、娘とか息子をさ、旦那に預けて仕事行ってんのにさ、そんな運転されててみ、ほんと最悪じゃんと思って。最悪なんだけど、このパパって思っちゃった。そしたらさ、また次の日さ、違う場所で違うパパチャリがさ、同じ人じゃないけど、同じことをやってるパパがいたわけよ。もう、いい加減にしてくれるって思って、わかんない。余計なお世話だったら本当にごめんっていうか余計なお世話だと思うんだけど、私もさ、共働きだったからね、一人目の娘、長女とかなんてさ、やっぱ、お互いがさ、親初心者なわけじゃん。パパの悪口を言ってるわけじゃないんだけど、愚痴を言ってるわけじゃないんだけどさ、パパってちょっとなんか危機感能力なんかやっぱ、男の子の怪我率ってさ、なんかすごいじゃん。わかる？ちょっと男の子って、アホな動きするじゃん。そういう生き物なんだろうね。もし、この動画を見て、一回こう確認じゃないけど、なんか大丈夫みたいな。確認作業とかってやっぱ、定期的にありかもしれないよね。こうなんか、ママ側からこうなんかこう、注意喚起するみたいな。あなたこういうことやってないよねみたいな。定期的にさ、注意喚起はしてった方がいいのかなって思うのと、あと、ノールックパパチャリは一回置いといて、ノールック電動キックボード。もう、あれはやばい。なんなの？あの人たちはさ、別にね、乗ってる顔とかは別に本来どうでもいいの。なんでもいい。自由。乗ってる表情とかは。
なんだけどさ、なんかすげえなんか危ない運転してくる割にはさ、顔見るとさ、なんかさ、めちゃくちゃ風切ってさ、なんか、みたいな顔でさ、めちゃくちゃ電動キックボード乗り回してくるじゃん。あの、ノールックで絶対無理じゃんっていうさ、幅とかをさ、なんかこう、なんか、みたいな、みたいな感じで通ってくるわけ。ほんで、まあこれはチャリンコも一緒なんだけど、なんでここの車と車の間をこう縫って、トラックと私の車の間、車間距離の場所なわけよ。なんで車間距離の場所にお前が入ってくんのみたいな。普段運転してる車。あれってさ、電動キックボードってだってあれでしょ、免許証だよね、自動車免許証だよね。わからないんだけど、ちゃんと車みたいに走ってくるんだったら、ちゃんとなんか車のルールと一緒のルールで走ってほしいなってすごく、マジで超思う。はっきり言うけど、超迷惑なの。車の前こうやって行きたいんだったらさ、一回こうなんか、見たりするじゃん。確認作業。確認作業は大事じゃん、運転するんだって。確認作業をせず、ノールックで、シューンってこう、渡ってきたりするやつ。ほんでさ、なんか、いかにも、なんか、我らはなんか、車両ですみたいな感じで走ってくるけどさ、だったらさ、車両と一緒に赤信号で止まってもらってもいいって思う。なんで、なんか車両のつもりで走ってるのに、なんでなんか、赤信、こっちの車両に対しての信号機が赤信号で、こっちは止まりました。なのに、車こっちから来てない、なんか青信号。なんで渡るのみたいな。なんで渡っちゃうの？車両なんでしょ？車両と同じように道路走ってくるんだったら、車両と同じ信号機と向き合い方をしなきゃいけないんじゃないのって思う。あと、お願いながら、イヤホンってしていいの？なんか今さ、ほら、AirPods とかもさ、すごいなんか性能良くってさ、外の音とかが聞こえないみたいな、なんかあるじゃん。それにしちゃってんのかな？で、両方塞いじゃってるからさ、だいたいなんかこう、音聞こえてきたりとかしたらさ、予知するじゃん。予測っていうの。あれすらもなくさ、なんか、何を快適に風切って、周りの音遮断して走っちゃってんのって思う。ほんと何が言いたいかっていうと、あなたのその運転によって、もしなんかあった時に、超迷惑だし、こっちはどんなに気をつけてても、避けては通れない、フラフラの仕方とか、ノールックをされてたら、もう、たまったもんじゃない。だから、それに神経を張り巡らして、運転してる運転手は、めちゃくちゃいると思う。本当に無駄に肩こる。マジでやめていただきたいし、本当に自分の命を大事にして運転してほしいなって思います、私は本当に。最近さ、なんか、白バイとか、ポリスがさ、取り締まりが厳しくなったのかな？前よりも。結構見るんだよね、ほんで。電動キックボードの人が止められて、切られてんの。切符。正直、だよねって。ありがとうって思う。ちょっと前までなんかあんまなかったじゃん。あんま見る光景じゃなかったんだけど、ここ最近超見るの。っていうことは、やっぱり、危ない運転をするキックボードがめちゃくちゃ多いっていうことだよね。電動キックボード乗るのはすごいなんか、気持ちよさそうだなって思うんだけど、本当に自分だけのことではなく、後ろに走ってたり、隣に走ってる、車の気持ちも考えてほしいなって、めちゃくちゃ思う。毎日。やっぱりね、避けれません、あれは。でもさ、どうなんだろうね。じゃあさ、対向車線と2車線しかない時にさ、例えばさ、電動キックボードがこう、走ってるじゃん。ふらついてきて。で、なんかノールックでなんか入ってきた時に、あって。じゃあもうちゃんと、ノロノロ運転で行ってるわけよ。みたいなのやってくるやついるじゃん。その時にさ、瞬発的にじゃあ、あってこう、ハンドル右に切ったとして、対向車線がいました。ぶつかりました。それでもこっちが悪いってことでしょ。それってどうなんだろう。超気になるんだけど。それってどういう感じの割合でなんか蹴りつける感じになるんだろう。めっちゃ気になる。バイクってさ、一応ヘルメットさ、マストじゃん。でもさ、なんで電動キックボードってさ、ヘルメットなしでいいの？あんなに出ちゃっててさ、結構やばくない？危なくない？怖くないの？普通に。逆にすっごいなって思うんだよね。の生身じゃん。だってスーツとかで乗ってる人もいるしさ、すごいよね。勇気がすごいなって思う。これを見てる方で、電動キックボード毎日乗ってるよって、乗るよって方がいるかもしれないんですけど、なんか本当に危ないから気をつけてねって思うな。いつかすごいやばい事故とかがありそう。出てきそう。あとね、最近なんかガス管の工事とか、地震に強い水道管の工事とか、
なんかめちゃくちゃやってるんだけど、なんかその時も2車線しかなくて、結構さ、そこでさ、なんか交通整備しているなんかおじいちゃんに近いおじさんたちがさ、赤い棒を振ってさ、こうはいどうぞみたいな、行ってください、はいストップみたいな、なんかやってくれてるじゃん。もちろんそれに言うこと聞いて止まったりとかしなきゃいけないじゃん。でね、こないだね、めっめっちゃ狭い道でやってて、向こうから来た車を止めてるおじさんがいて、で、私に向かってこう、はい、いいですよ、みたいな、やってくれたおじさんがいるわけじゃん。あっちに一人、こっちに一人なわけ。あよーって、あよーって やられたわけ。あ、おざまーすって言って、通るじゃん。振ってる棒さ、当たっちゃってんだよ、車に。びっくりした。え、わざと？わざとなの？わざとなわけないよね。距離感つかめてないのかな？今当たったよね、みたいになって。さ、後ろから車来てるしさ、止まれなくってさ、そのままもうスルーしてさ、後で確認したら別に傷ついてなかったらよかったけど、この間ね、向こうに車もいて、こっち私じゃん。私側の道路のなんかガス管かなんか工事してたわけ。で、ここ工事してて、で、私がこの目の前で止まってるわけじゃん。ここにおじさんいて、はい、止まってください、みたいな。で、ここの一車線しかないわけ。しかもくっそ狭い。で、こっちガードレールで歩道ね。ここしか通る道がないの。向こうからの車は止められてるわけじゃん。で、おじさんとおじさんがやりとりするわけじゃん。そういう時に。向こうも止まっちゃってて、こっちも止まっちゃってんの。もうその時点で意味わかんないじゃん。え、どっちですかみたいな。こういう感じ。あっちで止められてる、こっちで止められてる。こっちが白旗出したの。だから行っていいよ。で、行こうとするじゃん。なんでしたっけ、あっちも白旗出しちゃったの。で、あっちも出ちゃったの。そこでさ、こうなっちゃったわけ。どうすることもできないじゃん。でもそのね、お兄さんかおじさんがすごい優しくて、バックで戻ってくれたの。でもちょっといい加減にしてよ。何のためのおじさんとおじさんですかっていう。で、私が行くじゃん。危なさすぎない？ちょっと。はちゃめちゃすぎない？って思って。びっくりした。そういうことが多々あって。でね、こうなんか、工事する時にさ、その工事の人たちがさ、決めてさ、赤のさ、ポールをさ、こう、範囲決めてさ、赤のポールをさ、置いてるわけじゃん。それなのに、行ってよって言った時にさ、そこにいる工事の人がさ、赤のポールから一回ちょっと出てきちゃう時とかがあるわけ。あれもう本当にやめてほしくて、赤のポールを置いたの、工事の皆さんですよね。じゃあ、こっから先出ないでねってことじゃん、お互い。なのに、なんか、出てきちゃう。無邪気に。で、こっち、避けようとしてもさ、もうガードレールなわけ。じゃあ、それも結局、ポンって、ふわって、ふわって赤のポールから出てきちゃって、避けました。で、もうガードレールにぶつかりました。これってさ、誰が悪くなるんだろうね。これってどういう結末に なるんだろう。すごい気になるの。あのポールの意味って本当何って思っちゃう。もうちょっとこう、気を引き締めて、交通整理をしていただきたいって思う。それこそ、目黒通りの、ひもやの大関の、車を整理している方々が、素晴らしい動きをしてくださるんですね。本当に、いつも。たまに行くんですよ。めっちゃさ、キビキビさ、はっきりとした、こう、みたいな動き。こっち、止めてます。止めてる。はい、オッケーみたいな、もう、動きもめちゃくちゃもう、応援団のような、きりとした大きい動きをしていただけるので、もうこちらもすごい分かりやすいし、運転しやすい。あの動きを狙っていただきたいなって思います。もうなんか、最近さ、なんか、ここ半年、平日毎日往復3時間運転してるもんだから、気になることいっぱいすぎて、車と車でもあるよ。本当に優しさがないなって。そこ別にね、あなたがね、意地悪をして入れさせなかったとしてもよ。何が入れたとて。入れてあげたらいいじゃん。なんであんなさ、絶対入れねえけどみたいななんか、動きとかさ、するやつがいるわけよ。もうなんか見ててすっごい嫌だなと思って、別に入れたらよくないみたいな。でね、マジで何が面白いって。そっからさ、この車たちどんな感じなんだろうってちょっとなんか気になるから見るじゃん。私どんだけ暇だよと思うんだけど、車の中。意地悪して入れなかったやつが、じゃあそれ1個2個後に、私の前で入れてあげるじゃん。でもどうぞって。じゃあさ、結果その先で、車線変えて、その、入れてもらえなかった人、意地悪された車。普通に先行ったからね。そんなもんなんだよね。そんなところでさ、意地悪して何になるのって本当になんか、ちょっとなんか、ピースな気持ちで運転したらいいんじゃないかな。高速の合流とかもさ、意地悪してるやつも自分無理しちゃってんじゃんと思うの。別に入れればいいのにさ、なんか、
入れたくないみたいになっちゃったんだろうね、心が。無理やりなんかめっちゃ詰めて、で後にこうなんか詰めすぎてさ、バンってこう後ろにさ、お釜掘る人いるじゃん。そうなのと思う。嫌な掘っちゃったらもう終わりよ、ほんと。安全運転、優しい気持ち、思いやりを持って運転してほしいですね。自転車も電動キックボードも。そしたら事故が減るんじゃねえかな。これから夏休みにも入るし、みんなで気をつけていけば事故が減るんじゃないのかな。でももうフィニッシュ、ベスト。ベタ塗りよりはポンポン塗りの方がいいかも。こんな感じで今日ちょっとすごい喋っちゃったから、なんか時間めっちゃかかっちゃったけど、私のツヤ肌メイクです。結構ね、保湿力あるから、あの超ドライスキンの人でもツヤツヤが長時間持つメイクをしてみました。とりあえず私が何が言いたかったかっていうと、みんなで気をつけてれば事故が少なくなるよね、世の中。もっとピースな気持ちで運転しよう。何言ってんのって感じだよね。でもどうしても言いたかったの。はい、ということで今日も見てくれてありがとうございました。いいねって思った人はいいねって押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。